はい、みなさん、こんにちは。アメリカ会です。今日はですね、これは、26日金曜日の、日経ビジネス派生のヤフーニュースからということになります。どんなことが書いてあったかというと、主にケンタッキーフライドチキンのことなんですけども、増税後も店内持ち帰り同一価格、ケンタッキーの挑戦ということです。10月1日から消費税 10% にされると、軽減税率が適用され、だから元のその 8% 据え置きのものが現れてくるんですね。出現してきます。わかりやすく言うと、飲食の場合であれば、店内で食べるんであれば 10%。でも、持ち帰る、テイクアウトであれば 8% のもの。というふうな、区別があるみたいです。で、ケンタッキーフライドチキンの場合もちろん、店内でもイートインでもテイクアウトも両方ありますから、値段変わってくるわけですね。それをやめますよと、同一の値段でやっていきますよということです。で、ちょっと記事を読んでいきますけども、その理由としては、同じものを買っているのに価格が違えば不公平感が募る、持ち帰り価格で購入したお客様が店内で食べた時の従業員対応などの負担増も避けたかったと。そういう人いるかもしれませんね。やっぱり不公平感、お客さんから見れば不公平感がある。こっちから見ると、従業員側から見ると、やっぱりチェンジした時のそのうざさ、対応また判断する二重のなんか手前になっちゃう、ということが あるんで、それを避けたかったと、いうことですね。同一、やると、ケンタッキーは。で、ケンタッキーと同じように同一の価格で、販売するよというところは、例えば牛丼の松屋、あとは、サイゼリアもなんかそうですね。特にサイゼリアは、10% しないみたいですよ。8% に据え置きのまま、販売するらしいですよ。営業するらしいですね。素晴らしいですね。で、一方、いやいや違うよと。俺たちやっぱ区別しますよっていうところは、モスバーガー、あるいは吉野家もやっぱり区別するよというようなことを言ってるみたいです。それで、ケンタッキーは業績が今いいんですよね。業績がいいんで、それでこう上り調子で、切りのいい価格の商品も、税率で価格が別では、顧客にとって分かりやすい表記が一番だと、言ってます。なんでね、好調を維持するための決定でもあるようなんですよね。価格が一緒なんでね、お客さんも、じゃあケンタッキー楽だから行ってみようなんて思うところを考えたんじゃないですかね。ただこれ大手外食チェーン業界内では、店内飲食と価格が同じでは、持ち帰り客の不満が逆にたまるのではないだろうか。だからモスバーガーとか吉野家に行って、行ってるその常連客がたまにケンタッキー食べようと。でもケンタッキー一緒だと。あれちょっとおかしいな、みたいなことを逆に思っちまうよということなんでしょうね。そういう一方、同一価格のインパクトは大きい。企業イメージも上がり、店内飲食の客も増えるのでは、と意見は分かれている。企業イメージ上がる可能性高いですね。なるほど。で、最後に、ケンタッキーの、決断、ケンタッキーフライドチキンの決断が吉と出るか、凶と出るか、業界はその趨勢に注目しているということです。私この記事読んで、やっぱり一番思ったのは、企業も大変だなということです。本当に振り回されてる。本当に振り回される。どういう利害関係が絡んで、その軽減税率、店内で 10%、持ち帰り 8% にしたのかは分かりませんけども、こんなにグダグダチックだったらもう何回も言ってますけど、もう一律消費税減税でいいですよ。消費税 5% ですべきです。ただ今回の、参議院選挙で、10% 言ってる、自民党と、公明党の与党、過半数を超えて、一応は勝利した形になりましたけどね。なんでね、
次です、次の衆議院選挙で、もう毎回から、もう全、まあ前回から前々回からもう言ってますけども、昨日、おとといからもう言ってますけども、やっぱり衆議院選挙、これ衆議院選挙、これやっぱ重要になってきますね。うん、やはりもう一回、消費税減税するかどうかというのを再考してもらいたい。うん、という気持ちで、いっぱいです、この記事で。まあ企業も大変ですけどね、もう早く経済成長しましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。